どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。ちょっとお知らせですけど、今いつも使ってるこのねガズのウクレレたち、ただいま、販売と予約がスタートしております。このねガズのウクレレたち、めちゃくちゃ G ラボチームで一丸と作ってるんです。めちゃくちゃ最高品質のウクレレです。ぜひチェックだけでもしてください。ここにリンク貼っておきます。さあ それでは今日もねいろんな曲に挑戦していきましょう。皆さん音楽聴くからやるに変えていこう。なんか面白いですよ。今日のテーマソングこちら、ドン、サザンオールスターズの勝手にシンドバッド。こちらの曲はもう皆さんご存知の通り、あのサザンオールスターズのデビューシングルでございます。1978年のリリースということですけど、これ曲のタイトル勝手にシンドバッドですけど、ちょっと今ウィキペディアで調べてたら、当時ヒットしていた勝手に仕上がれと沢田研二さんのピンクレディーの渚のシンドバッド2つをくっつけただけだと。しかもこれ志村健さんが言ったのをパクったというとんでもないストーリーが今もう知ったんですけどね。さすがですね、桑田佳祐さん。はい、今日この曲を取り組んでいきたいと思うんですけど、この有名な曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げております。もう今からねもう4年かぐらい前になるんで、ちょっと今いるとね、ちょっともう一息やりたいなということで、今回2022年バージョンでもっとわかりやすく、もっとかっこよく、もっと簡単になってやってみようと思います。はい、いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、簡単アレンジでゆっくりやってみます。後半はかっこいいバージョン。これかっこいいバージョンはですね、もうこれ結構難しいです。もうなんつったってこれもうラテンのビートですから、16ビートでファンキーな、もうねグイグイのやつです。はい、こっちはですね内容大盛りになってますので、じっくり取り組んでみてください。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ったんだけど全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、やったことあるんだけど難しくて挫折しちゃいましたみたいな方が、あっと今にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよってプログラムがあるんですよ。このガズレレオリジナルのプログラムが今もうめちゃくちゃわかりやすいということで世界中で大評判。今も何十万人もこのガズレレで音楽始めてますからね。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。皆ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方でもあっと今すぐできますからね。じゃあこのプログラムここから行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしている弾き語りのレッスン動画と課題曲、すでにもう1800曲、いやもう1900曲ぐらいあると思いますね。とにかくたくさんやっております。皆さんもね好きな曲必ずあると思いますよ。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレで YouTube の中で検索していただいたりすると結構出てくると思います。やってみてください。さあそれではサザンオールスターズのデビューシングル勝手にシンドバ2022年改訂版のシンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4 なななななななまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がただ浮かぶ、好きになぜいられない、お目にかかれて今何時、それ絶対ね今何時、ちょっと待ってて今何時、まだ早い、不思議なものね、あんたを見れば無駄な騒ぎ残しつき、無駄な騒ぎ残しつき、無駄な騒ぎ残し、心なしか今夜波の音したわ、男心誘う、今騒ぎ残しつき。
オールスターズの勝手にシンドバッドガズレレレンシンプル簡単バージョンやってみました。いやーもう何でしょうか、この大騒ぎな感じ。まさにこの大騒ぎ感がもうね、もうわちゃわちゃ感がもうねたまらないですね。やっぱりなんかやっぱりこのデビューシングルからやっぱり強烈ですね。当時はこれすごかったってよく噂で聞きますけどね。もう1978年ということは僕は幼稚園とか保育園ですからね。まだ小学生にもなってないですから。いや、すごいね。今でも全然ファンキーとかこのラテンの感じはね、今やってもね、楽しいと思います。はい、じっくり取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンのアレンジになっております。1番のパートを主にやったんですけど、最後、ブリッジパートみたいなところで、心なしか今夜っていうのを加えて、もうエンディングに行っちゃったみたいな感じなんですけどね。ここまでひとまず練習していただいて、慣れてきたら、あとは繰り返しになるんで、ご自身でノートにコードを書き出して2番の歌詞を書き加えてオリジナルの、楽譜とかを書き出せばフルコーラスにも挑戦できると思いますが、ひとまずは今のガズレレ簡単バーレンジで練習していってください。動画内に歌詞とコード出ていますから、ゆっくり練習していきましょう。1個目のゴール設定としては、ガズの動画のねシンプル簡単バージョンと一緒に演奏できたらもうゴール設定、1個目のゴール設定達成だと思います。おめでとうございます、できた方。じゃあね、できた方次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネル一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これがいいと思うんですけど、最初から全部歌詞とコードを覚えるのはなかなか大変でしょうからね。まずはね、楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながらだんだん落とし込んでいって自分の中に覚えちゃって、最後は大空に向かって歌う。こんな風になればいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏です。今のこのノート、もう31冊目です。このノートにこのガズが書き出した、これを見ながら今やっていったんですね。これもうちょっとしたらこんな風に大きく写してみんなもこんな風に書いてやってみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めちゃいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ。ガズクラブっていうのはね、何かというと毎月660円のクラブ活動費を頂戴しました。今日取り上げてる勝手にシンドバッドを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月皆さん5曲、この曲いいな、この曲やってみたいなとお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードできるということです。このね、楽譜全部 YouTube にリンクかかってますからね。はい。すぐに練習開始できますよ。はい。ぜひチェックしてください。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこをして入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやっています。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパー3世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットとか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版の勝手にシンドバッド。まさか勝手に仕上がると渚のシンドバッドが一緒になっているとは思いもしませんでした。サザンオールスターズです。もちろんこれはもうね有名曲ですよ。イントロ見ていきましょう。これイントロだけちょっとワンブロックちっちゃくなってます。これこういう風に8ブロックなんですけど、ここ下にくるっと書いてあるやつはコードが変わります。かっこいいバージョンでは下のコードを弾きます。ここ E7 サス4の決めて書いて、ここねかっこいいバージョンでは決めていくよみたいな感じで、下に書いてあるのは後半やるかっこいい場所、上の段は簡単バージョンということで認識してください。こんな風にカメラに写しておくので、お時間ある方は書き写していただきたいんですけど、さっき紹介させてもらったガズクラブでこのノート楽譜のデータをダウンロードしてもらうのもすごいいいと思います。この歌詞の上に点がついている、これでリズムが分かるということなんです。あと伸ばすところとか早く言うところはこうくるっと囲ってたり、
こういういろんな情報が入ってます。はい、まずは A メロ1番2番イントロから一時停止で書いていってください。ここもね、キメが入りますよ、かっこいいバージョンで。はい、シンプル簡単バージョンは結構シンプル。でもこれも早口なんでね、ボーカルがやっぱりね。はい、じゃあここ、この B メロがもうね、言葉が難しいんで、歌が難しい。なだれ込むように言葉が入ってきますからね。はい、B メロをやって、で、サビですね。はい。はい。今何時？ここサビということにしました。なんちゅう歌詞やっつってね、すごいね。はい。はい、こう流れていきます。はい。胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つきだもんな、すごいね。ここ星がついてますけど、これ後で繰り返しますね、ここね。はい、でここが、まあ、ブリッジパート、本当はここで2番入っていくんですけど、はい、ここはガズレレショートカットバージョンで、ここブリッジ、心なしく今夜入っていきます。ブリッジパートをやって、ここまで来て、ここまで来たら今度星パートに戻ります。はい、星パートっていうのはここね、胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つきで最後イントロ、ララ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 やって終わったよというのが、ガズレレの簡単アレンジ、ショートカットアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコードをどんどん見ていきましょう。はい、今日結構コードが多いんだよね。赤く囲ってるのは後半かっこいいバージョン出てくる。今押さえてこれ見えてる。今日読んでいきます。 Am Cf Dm D7 G7 E7。 はい、今のこの7個のコードでシンプル簡単バージョンできました。この今映ってる7個のコードはガズレレでは安心の入門コード、このグループです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何ということですけど、このちっちゃいクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、そのうちの7個、でも10個って多いと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらめちゃ簡単。だけど、いっぺんに覚えようと思うと、頭がごちゃごちゃこんがらがっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ終わられちゃう。いい動画撮ってます。はい、ここにこの動画のリンク貼ってくるんで、これでね、もう10個のコード覚えちゃってください。今日そのうちの7個出てきますよ、ということでございます。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱりね、歌ですね。やっぱこれ歌がね、難しいんですよ。早口言葉みたいに、もうどんどん畳み方、かけるように言葉が入ってくるんで、この辺のニュアンス。あとやっぱどうしてもカズさんも歌うとね、桑田佳祐さん降りてきちゃうんですよね。なりきるの結構大事だと思います。なりきると気持ちよく歌います。さらにぜひやってみてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入ってみます。かっこいいバージョン2つコードが追加ですね。1個目イントロで出てくる B7。 はい、これはですね、ガズレレの B7 は押さえるとこ、こことこことここです。こんな感じ、指立ててください。1弦は押さえない。はい、これちょっとね、流れでやるとね、ちょっとね、難しさがわかるんですけどね。例えばこの曲で言うと Dm から B7 ってコード進行なんですけど、Dm から移るときに、人差し指をこうずらしてちょいちょいみたいに、こういう風にわかるといっても、次の流れが大事。Dm の人差し指を一個ずらしてちょいちょい。こうやってやるといいかもしれないです。あともう一個イントロで出てくるコード。E7、Sus4。これはね、入門コードのうちの一個 E7。こことこことこう。人差し指見て。これをここにやったら E7 です。ここ E7 と E7 サス4、こうやって E7 サス4から E7、 こうやって2つこのコードを使っていきます。はい、じゃあここから、ね、リズムの解説。今日リズムはなかなかすごいです。今日出てくるリズムはこちらです。ドン16ビートのチャとカッティング。もう今日はね、もうファンキー、ソウルフル、もうラテンでいきますから。いや、今日はちょっと難しいですよ。しかもその中でも2バーバリエーションでちょっとやってみると思いますね。ちょっとこの辺のことはですね、まずね、これ今映ってるリズムの解説、ここにちょっと貼っておきましょう。ここはガズレレホームページの1枚で、リズムいろいろというホームページの1枚なんですけど、そこに今映ってるこの2つの弾き方の濃厚解説レッスン動画がもうすでに上がっておりますので、もうじっくり見てですね、今日これは一番難しいと言っても過言じゃないだろうな、このリズムっていうのは。16ビートのチャでちょっとね、ファンキーで跳ねてて、カッティングも入って、しかもリズムが速い。いやー、これはなかなかなんです。ちょっとじゃあ、C でやってみるか。どんなリズムか。ワン、ツー、スリー、フォー。このぐらいの勢いの感じでいきたいんですよね。これはね、今日なかなか難しいと思う。まあ、手首をいつも言ってるんですけど、柔らかくして、いろんな要素があるんですけど、すごく最近いい動画、16ビートのチャがめちゃくちゃいい感じでできる必殺動画っていうのがあるんです。ここにちょっとリンク貼っておくんで、これを見るとね、かなりいいかもしれない。カッティングなんかもちょっとそこでも何気にご紹介してたりもするんですけど、ちょっと見ていただければというふうに思います。はい、そしたらね、もうどんどん曲の中で解説していく。で、今日さっきも言ったんですけど、メインのリズム16ビートのチャとカッティングなんですけど、2つのバリエーションがあると覚えておくといいと思います。まず、イントロと一番最後のエンディングで出てくるラララララララ、あそこのところはね、ちょっと不思議な16ビートのチャでいこうと思います。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ラララララララダンスドン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 。こんな感じ、 Am でやるとダカタダカタダン
ダガダダガダダンダンチャ、これ三連のイメージですね。これこんな風になります。テロップで書くとタタタタタタタンとタントンタカタタカタタンとタカタ、手はずっと動かしておいてよ。はい、これはラララララララ、このラララに合わせてですよ。ララ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 ラ、はい、これがちょっと特徴的。ちょっと何回か練習してみましょう。いきますよ、イントロのフレーズ弾いていきましょう。せーの、ラララララ、タカタタカタタンとタ、タカタタカタタンとチャ、タカタタカタタンとチャ、タカタタカタタンとチャ、タカタタカタン、ここも B7 タカタタカタ、次で決めます。ダンダンダン、今のね E7 サスポート E7 の決めなんですけど、ここは最初9フなんですよ。ツッパンバンバン、 E7 サスポー E7 サスポー E7 です。もう一回こんな感じ、ダダダ、これでやっていこうと思います。 E7 サスポー E7 サスポー E です。これでダダダってもう口で言います。イントロの後半からダララ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 ダダダダダ、次ですよ、ダダダ、こんな感じ。はい、これがイントロの決めですね。はい、これもなかなか深い。はい、じゃあ、そこから A メロン入っていくんですが、砂マジリーノなんですけど、ここはシンプル26ビートのチャット買っていくんですけど、こんなムード。砂マジリーノの気が下げる。はい、今の決めですけど、ダンダダダダダツッタン、これも特徴的です。普通のところの砂マジリーノのところは、ダンダダダツッタン、ダンダダツッタン、ダンダ、これカッティング左手見て。これはなかなか奥が低いです。ちょっとこれはね、超ゆっくりやってみるからね。せーの、さん。砂まじりの血が咲き、タカ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 タンダタカタタスタスタタカタンダタカタカチャッパーン。はい。かっこいいけど難しい。はい、このカッティングがね、ちょっと難しい人は最初カッティングなくてもいいです。そうするとカッティングなしでやると、まじり、砂まじりの血が咲き、タンダカタカタカチッパーンをちょっとね C と E7 決め、ちょっとやってみてください。カッティングできるようになったらこれかっこいいんですけどね、ちょっと難しいんで、まずは普通の16ビートのキャでいいと思います。で、このまま流れでいきますね。で、今のタンダタカタカチッパーン、このパターンよく覚えておいてください。いっぱい出てきますから、この後もね。で、A メロこんな感じで進んでいって、 A メロ2番から B メロに入ってる、うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く胸こかす、ここでかっこいいメロディ一瞬芸で入れてみたいと思います。A メロ2番の一番最後いきます。うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く、ここかっこいいでしょ。これあのテロップにも書いてます。1弦12、12、17、3です。こんなリズム、ちょっと今夜は熱く、ね、かっこいい。全部弾いていいです。弦は1弦の12、12、17、3、これね、かなり早いから、もう運が良かったら演奏できるみたいなニュアンスがありますけど、ここできたらすごくかっこいいと思わない？ちょっと今夜は熱く燃え、さっきまでこんな感じで、でん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 でやったら、そう止まるからね、その後。なかなかもう今日はね、濃厚です。こんな感じでフレーズも入れていきましょう。1弦の12、12、17、3のフレーズを入れて、B メロ。はい、B メロの一番最後は、好きに鳴らしてみられない。おめえ。の E7 でツッパーン、この E7 はダンダダカダカツッパーンっていうのは A メロで出てきた、決めと一緒です。ダンダダンズダツッタンですね。はい、で、次今何時そうで大体ね、ここはもう分かるよね、大体ねのタイミングで決めます。今何時そうで大体ね、今何時ちょっとダンスダンスダン、これもカッティングでできたら最高。左手分かる、こうやってできるといいんですけど、まあダンダンダンダウンでもいいですけどね、キレを良くしたいと思ったらカッティング止める、やってみてください。はい、その後は、流れていくんですけど、あとは胸騒ぎの腰継ぎでも決めが入る。胸騒ぎのダンダダカダカダン、
これはだから最初のさ、A メロで出てきた砂まじりの血が先、人も波も消えての C と E7 とタイミングが同じなんですよ。裏さんは昨日なんだだかだか Am7AmG7AmF、はい、Am からずっぱん、このパターンの機微がめちゃくちゃ多いんですよね。最初に出てきた C から E7 C だったりとか E7 だけでダンダダカダカツッタンだとか、今のところは Am と F でダンダダカダカツッタン、このパターンダンダダカダカツッタン、これ覚えておいてください。皆さんは喜ぶし続けダカダカツッタン、はい、こんな感じです。ほんでその後ブリッジパートからはあとは繰り返しになるのかな。はい、ざっと紹介しましたけど今日の解説は今みたいな感じですね。でコードが変わっててもこの弾き方の決めのパターンは今も言ったように同じ。ターンタタカタカツッターみたいな。これが多いんで、流用してですね、なんとかものにしていただければなというふうに思うんですけど、まあこれはですね、原曲通りにやってまして、YouTube でサザンのライブバージョンになってみたいなこと、さらにライブだとテンポ速くなってるんです。あれはもう悶絶ですね。いや、これはですね、最初ゆっくりでいいと思いますよ。むらすなまじりの血が先。このぐらいで練習していって、だん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 、慣れてきて練習して、慣れてきたら早くやっていく。これがいいと思うんですけど。これ、速さがね、この曲の魅力でもあるから、こう、お祭り感がやっぱりね、もうラテンの、カン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 みたいな、もうグルーブ、出せたら気持ちいいんですけど、まあ、あれね、難しいっつうか、そう、できるようになると、こう、楽しくて、こう、血潮が騒ぐとか、血潮が踊るみたいなね、そういう感じになると思うんですけど、まあ、これ、時間かかると思います。いろんな決めも入ってくるしね。これ、決めでテンポがちょっとね、崩されない、ここも注意したいところですけど、やってみましょう。あともう、歌詞の内容はもうこれね、なんつうのかな、もう、いいも悪いも、もう破天荒ですから、そういうなんか、お祭り感がやっぱりイメージしてやるのがいいんじゃないかな、もう、ハイテンションで、思いっきり全開でやる。こんなイメージが大事になると思います。はい、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。勝手にシンドバッドガズレレ流かっこいいバージョンやっています。どえらいことになってましたね。
いやすごい勢いですね、やっぱりこの曲は。まずゆっくりですよ。ゆっくりやってだん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 慣れてきたら、ちょっとずつ速くしていくっていうのがいいと思います。最初カッティングなしで、ね、まずはこう弾いて歌ってみるところ、リズムに乗って、これが大事になると思います。じっくり取り組んでいきましょう。さあ皆さん、お知らせです。冒頭にもお伝えしましたけど、今ガズのウクレレたち、 G ラボとガズレレで売り出している最高品質のウクレレ、もう自信があります。このウクレレめちゃくちゃ、まあ皆さん音いつも聞いてくださると思うんですけどね、このウクレレをはじめいろんなウクレレリリースしてるんですけど、ただいま大好評販売中と予約受付中でございます。レギュラーライン、わがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送です。で、いつもガズが作ってるガズモデルとかセミオーダーモデルとか、ヴィンテージシリーズっていうのは予約注文なんですけど、以前よりかなりスパン、早いスパンで皆さんのお手元に届けられるようになってますね。まず、公式ホームページ、ここをちょっと見に行ってください。よろしくお願いします。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛り、ガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。